八木山上空はよく晴れています。日差しもたっぷり届いていますが、今日この後昼頃からは雲が増えてきそうです。天気図を見ていきますと、寒冷前線が今夜東北地方を通過する見込みです。このためお昼頃からは徐々に雲が広がり、夕方以降は各地とも曇り空に変わるでしょう。西部では夕方以降雨が降りやすくなり、午後9時以降は峠道の標高の高いところは雨から雪に変わるところもありそうです。最高気温は日中日差しの出る時間を中心に上がり、仙台で10度、仙台では9日ぶりに2桁の気温となり、日差しの下では暖かさも感じられるでしょう。